新宿音楽祭は1968年から1994年にかけて開催された新人歌手大賞の音楽祭である。開催時期は毎年10月初旬から中旬となっており、日本放送、銀座音楽祭、ラジオ日本、横浜音楽祭と並んで在京ラジオ局による歌謡新人賞レース序盤の重要な大会であった。 新宿音楽祭は、木の国や書店創業者である、田辺茂一を会長とする、新都心新宿 PR 委員会の主催で1968年に、新宿駒劇場で第1回大会が行われ、1970年代初期から1975年、及び1991年以降は、東京厚生年金会館、1976年から1990年に、かけては、 千代田区の日本武道館が使用された。公演は東京都新宿区富士テレビジョン。大会の模様は文化放送で生中継され、放送時間は1974年から1987年までは16時から20時30分。1989年以降は18時から22時。正味4時間の放送であった。1986年までは富士テレビの土曜。 スペシャルで編集版が関東ローカルでテレビ放送されていたことがある。大会は基本的に3部構成で、第1部は参加歌手による歌唱。第2部は前年度の金賞受賞者などゲストによる歌唱コーナー。第3部は審査結果発表と金賞受賞者の最下賞となっていた。最高賞は金賞で原則として2組が選ばれた。受賞歌手には トロフィー、賞金と文部大臣奨励賞、新宿区長賞、副賞として、スポンサーから賞品が贈呈されていた。1974年から1982年までは、イタリアのサンデモ音楽祭へ派遣された。受賞者には、アリタリア航空より、航空券とバック、サンデモ音楽祭組織委員会より、サンデモ音楽祭賞と特別賞退場が贈呈されていた。以下、 審査員特別賞令賞、銀賞、関東賞と続き、ノミネートのみの場合は、同賞となった、新宿音楽祭の本選の2週間ほど前の週末に、新宿三井ビル入り口の野外ステージにおいて、エントリー歌手を紹介するプレステージが催された。観覧は自由なため、特に1982年の新人宝作の年には、新衛隊や通行人がもった返し大変なイベントと、 なった。オープニングやエンディングで、新宿音楽祭の歌が、バンドとスクールメイツによるコーラスで流れる。スポンサーは当初ともえソロ版、富士重工、ヤクルト、森永製菓などの複数企業、後年は一社提供で、ライオン、シャープを経て、最終回はクラリオンが務めた。音楽の多様化等により、1994年、限りで終了となる。司会は、文化放送の、 男性アナウンサーが代々、勤めており、同局アナ時代のみのモンタ、梶原茂がその名を連ねていた。第二部は、同局の若手、中堅男性アナが司会を務めていた。女性アナウンサーは、局ナ時代の落合稽子が勤めたことがある程度で、ある。1988年は、昭和天皇の妖体悪化に配慮して中止されたため、入賞歌手20組は、全員同賞扱いとなった。 当時、ナイターオフの開始前後にこの音楽祭が組まれていた。関係で平日に当たる場合、その年のナイターオフ番組の開始日を1日ずらし、音楽祭の模様を放送していた。ごく稀に音楽祭の開催日が土曜や日曜にずれたケースもあり、その時は当時の土日用のナイターオフ番組の開始日を一周ずらし、この音楽祭の模様を放送していた。そのため、ネット番組の 1> 第1回を文化放送ではナイターオフの2週目から遅らせて放送した1977年当時ありがとうございます。